どうも、レウンゲーム TV です。今回はマリオ 3D コレクションの細かすぎる小ネタ集第2弾。今回もマリオ64、サンシャイン、ギャラクシーに隠された懐かしの小ネタの数々をまとめてみました。ストーリーの最後にクッパと戦う最終ステージ、天空の戦い。ステージ終盤の風が吹くエリアにある柱をよーく見ると、炎を吐くクッパとマリオの壁画のようなものが書かれているという小ネタが隠されています。雪山のステージに登場する子供のペンギン。このペンギンの前でスライディングをすると、ペンギンも一緒に真似をするという小ネタが。かわいい。ボム兵の戦場にいるワンワン。このワンワンにボム兵を投げつけると、爆発でぶっ飛び空中で静止するという小ネタが。ボム兵の戦場にある木の橋。この橋の下でジャンプすると、金網のように張り付いて移動することができます。ただ裏に何があるわけでもないので特に意味はないです。続いてはスーパーマリオサンシャインの小ネタ。港の町ニコハーバーのスタート地点付近にいる浮き輪で遊んでいる3人の子供たち。この子供たち3人全員に話しかけると、全員に話しかけたご褒美にワンナップキノコがもらえるという細かすぎる小ネタが。ボンテの村のストーリー1で暴れ回る3匹のペットキャンキャンを泉に沈めて倒すというイベントがありますが、キャンキャンを沈めた後、村の裏に行ってみると、キャンキャンが地面を突き破り村の裏に顔を出しています。と、怖い。マンマビーチのストーリーさんのボス花ちゃんを倒すイベントで、最後に社員が現れた時に木の芽が盛り上がる反動でゲットすると、マリオがカメラと真逆の方向を向いてポーズをとってしまいます。拠点の町、ドルピックタウンにそびえ立つ金の塔。この塔の中をカメラでよーく見ると、なぜか塔の中にロケットノズルが埋まっている。当然壁の中にあるのでどうやってもゲットすることはできません。なぜこんなところにノズルが設置されているのか、謎すぎる。マーレの入り江のストーリーさんで瓶の中の赤コインを集めるというイベントがありますが、その瓶の底にある遺跡のくぼみに謎の扉が。視点を変えて中を見てみると、謎の本が置いてあります。この本も先ほどのノズルと同様、見えているのに入手することはできません。ただ遊び心で置いた飾りなのか、
それとも使用する予定だった没アイテムが残っているのか、謎は深まるばかりです。続いてはスーパーマリオギャラクシーの小ネタ。スターピースをあげることでギャラクシーに変身してくれる腹ペコチコ。リングに乗ってギャラクシーに飛ぶのが本来の生き方ですが、フライングマリオに変身してそのまま飛んでいくと、リングを使わずにギャラクシーに入ることができます。おもちゃがテーマのステージ、トイボックスギャラクシー。この汽車が走るスタート地点の背後を視覚視点で見てみると、背景にも小さな汽車が走っているという小ネタが。視覚視点でしか見えないところまで作り込むなんて細かすぎる。ギャラクシー、おなじみのパーソルコインを100枚集めるステージ。一部のステージではコインを集め終わった後におばちゃんロボットが登場して、枚数に応じてコメントしてくれますが、パーソルコインを1枚も取らずに0枚の状態で話しかけると、わざとやってるやろと突っ込まれてしまうというレアなセリフを聞くことができます。ダンジョンケーブギャラクシーで大砲に乗っていくことのできる小さな星。この星にある小さな家にしゃがんで近づくと、入り口から中に入ることができます。ちなみに視覚視点で見てみると、家の中の木材が見えたりと、見えないところまで細かく作り込まれているのがよくわかります。以上、マリオ 3D コレクションの細かすぎる小ネタ集でした。